しい落語、縦突破とカットインにプラスして、新たな技を覚える WWW。セリーチャ戦で先制ゴラッソを決めて2、0の勝利に貢献した久保健 A。先制点を決めた直後、また右サイドで1対1になる。オヤルサバルが2へ走り込むのを確認すると、アウトサイドで鋭いクロス。これがオヤルサバルの足元にちょうど届くが、ゴールは決まらず。縦突破、カットインに加えてアウトサイドクロスまであるの相手からしたら怖すぎる。相手 DF の対応に合わせて最適なプレイを選択できるのが久保の凄さ。こんなプレイばっかするんだからそりゃ二人マーク付けてくるよな。3も縦突破は強力だけど、それもプレミアで対応されてきてるからカットイン覚えてほしい。ソシエダが今季リーグで複数得点したのはこの試合とバレンシア戦だけ。どっちも久保が先発してる。久保はアトレティコが最適解だと思う。足の振りが速いからパスやシュートに相手は対応できないのよね。今のルオヤルサバルが決められないクロスを送っただとだけ施設ベンチスタート。ステップアップするためにも今季は 10g 以上しないと。ハーランドならこのクロスもゴールにぶち込んでくれるだろう。ソシエダは竹がいないと決定機作れないのにスタメンで出さないのどういうお笑い。もはやサラーやんけ。